最高記録の時のそのたすき渡しにかなりこう余裕を持っています。すごいですね、はい、2分近くの差をつけてのたすき渡しになります。伊藤からスタート、予想以上にいいですね。24分13ですから、13です、はい、佐藤秀和にたすきが渡りました。さっきのあと1キロというところでは21分30何秒だったんですよね、ということで最後の1キロというのあと1キロというのはちょっと長すぎたかなという感じがしますけども、なるほど、24分13だったらすごいタイムですよね、これ。そうですね、はい、最後のスパートは効いていました、はい、さあそして2位の佐久長聖が入れ違うようにして今入ってきました。もうすでにたすき渡しから35秒になるところ、ようやく取り付け道路です。佐久長聖は森田から2年生の佐藤勇気、前のたすき渡しでは1分3秒の差だったんですが、それは森田縮めましたかね。あーっとどうでしょうかね、あと10秒ほとんど変わりはない状況ですね。佐藤も30秒ぐらいの差ならっていう話をしていたんですが、ちょうど同じくらいですかね。だから区間、もしこの2人が区間賞争いするんだったらもう1秒の秒差勝負ですね。そういうことですね。ただ順位は1つ上げました。佐久長聖折り返してレース後半に入っています。滋賀学園来ました。滋賀学園が3位でタスキを渡しそうです。この後ろに西脇工業と大牟田の競り合いがあるはず。すでに1分40秒近くまで来ています。しかし滋賀学園もここまで3位でたすきをつないでいます。西脇工業まもなく折り返します。はい、もう西脇大牟田並んできました。西脇2年生3区の長井、1分49秒差から2分2秒差差が開きました。そして大牟田も4区に入りました。足立から佐藤貴文、藤沢翔陵、そして豊川工業が今7番目でたすきをつなぎました。入賞は8位までですから、折り返しの地点でもこれだけの、厳しい順位争いになっています。一関学院、山梨学院大学付属が落ちました。大きく順位を下げています。洛南が落ちましたね。洛南が落ちました、はい、渡辺博がちょっとブレーキ気味。4区のキャプテン松岡聡、双子の弟にたすきをつなぎました。田村高校が行って16チーム、山口最強、去年2位の白石も遅れています。鹿児島実業が行って秋田工業が行きました。20番目で去年2位の白石です。熊野、林県同士です。熊本の鎮西と宮崎の小林、両チームとしてはちょっとこう後ろの方での競り合いになってしまいました。ここから頑張って15番以内に入ってほしいですね。なるほど、はい、さあまたこの両 2チームでこう前を追うというところです。北海道エニワ南がタスキをつないでいます。エニワ南、遠藤は2年前も4区を走りました。今年は落ち着いていい結果を出したいという話でした。埼玉栄は13人抜きました。38位から25位に上げています。おー、これは素晴らしい走りをしました。1区で転倒した、埼玉栄ですけれども、3年生の松本が頑張りました。13人抜きです。山形中央はいない、いません。3秒、4秒、5秒以上のロスがありました。これはもったいない。山形中央、諫早が31番目、1秒を縮めるために懸命の努力をする駅伝ですから、本当にこういうところはね、やはり諫早も今日変わったっていう部分の選手でちょっと順位を落としてますね。落としましたね、諫早31位になっています。
47年ぶりの那須拓陽が32番目でたすきを持っています。もしかしたら入賞という感じもあったんですけどね。そうですね、那須拓陽は2時間6分台のタイムを出しています。しかし今日はちょっと苦戦です。半世紀近くぶりのこの都大路、高岡光陵と尽誠学園、もうすでに仙台育英は跨線橋を渡り終わっています。たすきをつないで4区に入っても5分余りが経っているところです。26回連続出場、清風高校。東京実業と三輪商業が競り合っています。現在1位は仙台育英、2位佐久長聖、その差は第2中継所、第3中継所変わらず1分4秒でした。西脇工業は4位に上がっていますが、トップの仙台育英とは2分2秒の差。レースは後半に入っています。大きな画面でご覧いただいているのは第3中継所です。現在3位の滋賀学園が右下の画面、跨線橋を越えるところです。仙台育英、佐久長聖、そして滋賀学園、その後ろに西脇工業と大牟田が2人で追う形になっています。越山高校がこれ順位を上げたんですかね。45番目でたすきを出します。仙台育英、そして右下の画面、滋賀学園を西脇工業が捉えようかというところですね。すごいですね、この走り。西脇工業の4区はキャプテンの藤原です。はい、たすき渡しの時10秒あったんですが、みるみる追い上げまして、まもなくこの滋賀学園を捉えようという勢いです。西脇工業です。後ろに豆粒のように見えるのが大牟田ですね。そうです。西脇工業の藤原選手がたすきをもらうと大牟田を引き離してこの滋賀学園を追い上げています。これはちょっとすごいペースですね。いや、大牟田が一気にこれだけ離されるというのはですね、はい、かなりのペースだと思いますよ。そうですね、跨線橋を下ったところで、さあ西脇3位に浮上。その差はどうかというところですが、渡辺浩二監督、西脇工業の渡辺浩二監督はこの4区キャプテンの藤原がどれだけ差を詰められるか、一番重要な区間であると言っていました。3位に上がってきました西脇工業。滋賀学園の谷を捉えた3年生キャプテンの藤原、もうあとは前にいるのは佐久長聖と仙台育英だけです。ちょっと今1、2、3位が等間隔でしょうね。なるほど、1分差の1分差の等間隔、はい、なるほど。たすき渡しの時はそうでしたね、はい、1位仙台育英が行って、2位の佐久長聖が1分4秒差でした。その時4位だった西脇工業は2分2秒差でした。間が1分ずつ空いたこの1位から3位までなんですが、さあ現在はどうなっているんでしょうか。トップもう間もなく3キロ。さあこの佐藤秀勝なんですけれど、去年は3区で20番目の記録ということで西脇工業に抜かれてしまいました。この選手は中学時代サッカーをしていたということなんですね。今度は下りますね。長身ですよね、はいはい、もう少し腰の位置が高くてもいいかなという感じがするんですけども、まだまだ筋力がですね、はい、できてないという感覚ですかね。1m79cm で 58kg という体格です。その後ろに最初の1キロが3分6秒で、はい、その後は大体3分ぐらいのペースでしっかりペースは保っていますね。なるほどね、です、はい、その後ろに、佐久長聖4区の2年生佐藤裕樹の姿が見えてきました。いや、強いですからね。強いですからね、はい、この佐藤なんですがね、ここまでの1キロごと全て2分50秒切るぐらいのペースで来ました。それはすごい。
その佐久長聖としましてはね、この4区まででどれだけ前にいられるかというところですね。ということはかなり前との差を縮めていってるということですね。縮めてきているということですね。これ三木谷さん、はい、第一放送車から見ますとね、ここまでずっと2位以下の選手がポツンとしか見えなかったんですが、確かにね、ここに来て白川通りよく見えるんですが、佐久長聖のオレンジ色のユニフォームがしっかり分かりますね。そうですか、来ましたか。三木谷さん、はい、その後ろ、はいはい、失礼、1位と2位の差ですが、現時点では40秒くらいに縮まりました。おお、やっぱり来てます ね。1分4秒差ありましたけれども、もう20秒以上詰めました。そしてその後ろ、西脇工業です。三木谷さん、はい、この西脇工業から2位の佐久長聖の姿はね、ちょっと見えませんね。見えないですか。なるほど、1位と2位の差は詰まりました。はい、で、2位と3位の差はちょっと上げ気味かもしれませんね。そうですね、はい、それだけつまり佐久長聖の、佐藤悠基、はい、伸ばしています。はい、もう20秒縮まりますと前と差が縮まってるっていうのがもう肉眼で分かりますから、そうなってくると後ろから追う選手っていうのはまた乗るんですよね。あ、こうやって画面で見ても近寄ってきましたね。はい、この遠くから見ても非常にこう綺麗なフォームで追ってきていますが、この佐藤悠基、口は開いていますけれども、フォームはこれ綺麗ですね。はい、もうあれですね、一か八かで行くしかないという気持ちでしょうから、はい、だからとにかく追いついてやるという、そういう気持ちで走ってると思うんですよね。そうですか。道谷さん、はいはい、仙台育英の佐藤なんですが、残り2キロでスパートしたいということだったんですが、設定タイムはですね、この4区に、23分30なんですよ。おうおう。で、一方の佐久長聖はですね、23分10秒ですから、20秒はここで縮まるという計算なんですね。もうその20秒は縮まってるわけですね。はい、さあ中間点を今、仙台育英の佐藤秀和が過ぎて、その後ろ佐久長聖の佐藤悠基、ともに2年生ですが、さあどのくらいの差になっているでしょうか。まもなく中間点にかかるところ、先ほどまで40秒差だったんですが、さあまもなく中間点、ちらっと時計も見ました。41秒ですね。あ、なるほど、41から42ですね。41から42秒差、はい、もうすでに20秒詰めています。まあ一か八かというそういうケースなんでしょうけれども、はい、この後ですから仙台育英の佐藤秀和が残り2キロでスパートをしたときにどれだけまた今度はついていけるか。さあ今度はその後ろから追ってきている3位西脇工業、西脇工業中間点での差はどうか。たすきつなぎの時点では2分2秒の差がありました。もうすでにたすきをつない、中間点を過ぎてから、佐久長聖が過ぎてからもうすでに40秒は経っています。仙台育英中間点は1時間12分15秒で過ぎています。もう1分半が過ぎています。あ、そんなに縮まってないようですね。どうでしょう、まだ中間点まで来ません。まもなく仙台育英が中間点を過ぎて2分が過ぎます。今2分経過。あ、差は開きました。西脇工業との差は開いています。仙台育英がさらに有利な展開になってきました。西脇工業は4区はキャプテンの藤原、今通過、 2分14秒の差です。あ、さらに12秒差が開きましたか。あ、仙台育英の佐藤秀和の映像が右下に入りました。その差2分14秒差の3位現在 西脇工業、その後ろの滋賀学園が今通過しました。トップが行ってから2分34秒、大牟田が並んで、その後ろ豊川工業と大牟田が続いています。さあ 8.1 キロ近くあります4区ですが、もうすでに先頭の佐藤秀和は5キロを過ぎて100万遍の交差点に向かっているところです。
ここは急激な下りを利用してスピードを上げたいところなんですが、総さん、この後実は道が平坦になるんですよね、はい、しかし前半ですね20秒ぐらい一気に縮められてますけども、後半タイム的にはですね、悪くないんですよね、はいはい、だから中間点が11分36で行ってますから、はい、だからかなり速いペースですよね。そうなんですね、はい、ペースとしては速いんですね、はいはい、こちら追いかける佐久長聖佐藤佑樹2年生佐久長聖の佐藤君は11分15ぐらいで中間行ってるんですよ、なるほど、だからかなり佐藤君のペースが速いということですね、ということですね、はい、さあ去年はここは佐賀の白石高校の高井がですね、はい、13年ぶりに区間記録を塗り替えたんですよね、はい、22分53秒という素晴らしい記録だったんですが、今日はこの前を行く2人の2年生の佐藤、なかなかこうねそれに迫る勢いというかね、そうですね、かなりいいペースでいいペースでいってますよね、道谷さん、はい、4キロから5キロもだいたい2分50秒少し出たくらいですね。あ、そうですか。問題は100万遍を過ぎて平坦になったところでそのペースがどうかというところです。まだ急激なこの下り坂、その途中です。本来であれば仙台育英で、はい、その後ろの佐久長聖の位置に西脇がいたかったという、なるほどでしょうね、はい、そうですね、42秒差2位には現在佐久長聖、まあ、佐久長聖はこの佐藤佑樹2年生の後同じ2年生の遠山、3キロ区間、そして6区には1年生の斉藤、7区には3年生内山、ちょっとその 5000m のタイムで言っても15分半ばぐらいの、ね、選手なんですね。で今回佐久長聖もうあとですね、はい、2人14分40秒前後の選手がいたら優勝を狙えるチームだったなという感じがしますね。なるほど、はい、さあ6キロを過ぎようというところ、先頭の仙台育英の佐藤秀和、ここから本人の言葉によるとスパートをかけたいということだったんですが、ようやく100万遍の交差点を、今佐久長聖の佐藤佑樹が行きました。42秒のままです。その差42秒、おペースを上げますか。今時計を見て佐藤秀和がちょっとこれペースを上げたでしょうかね。今ちょうど6キロ地点通過しましたね、はい、やはりこの下り坂でもスピード落ちませんでした。ですから後ろの佐久長聖との差もそれほど縮まってはいません、はい、大会記録左側はこれは西脇工業の大会記録の時のそれぞれの区間通過順、タイムなんですが、仙台育英はもう大きく2分近くですねその記録を上回っています。西脇工業は48回大会1997年の大会で出した大会記録というのが、まあ、この高校生の出した一番速い記録です。さあその後ろ佐久長聖ものすごい勢いで追っていたこの佐藤佑樹ですけれども、さあどうでしょうか。あまりこの、ね、姿が、はい、差がほとんど縮まってませんね、はいはい、佐藤秀和のそのタイムをですね中間点で12秒ぐらい上回っているわけですから、はい、ここまで無理してるわけですよね、かなりね、はい、あ西脇工業の姿は見えません。まだこう出てこないですね曲がり角。さあ今100万遍の角を曲がってきました。またちょっと差が開いた感じしますね。左下の画面です。100万遍を過ぎて、この東大路通りに入ってきています。道谷さん、はいはい、その100万遍のところで、タイム差を測ったんですが仙台育英から2分26秒です。なるほど、先ほどよりもさらに12秒また開きました。去年は3区で逆転、その後ずいずいと後ろとの差を開いていった西脇工業だったんですが、その西脇工業今年は苦戦です。
あとの3人がですね、仙台育英いい走りをしますと2時間2分の前半とかですね、はい、そういうタイムになりますよね。そうですね、このまま行きますかね。西脇工業が出した2時間3分21秒というのがこの大会記録であり高校最高記録なんですが、早くもこの1キロ2分49秒でした。うわ、上げてきましたね。やはり、リポートが入った通り ね、残り2キロのスタートをかけました。いや、決して前半もですね、遅いわけじゃないですよ。前半も非常にいいペースでいってますから、はい、かなり力を持ってますね。下り坂というのは一見こう走りやすそうに見えて、実は大変らしいですね。スピードが上がる分、膝ですとか筋肉にかかる負荷はかえって高いわけで、さあ後ろあと1キロの地点をようやくこう佐久長聖が間空きましたか。これもしかしたら空いたかもしれませんね。石谷さん、はい、この間の1キロは2分57秒かかってしまいました。あ、やはりというのここで8秒ぐらい差が空いたということですね。ということは区間賞ももしかすると秒差の区間賞を争うということになるかもしれませんね。そうですね。さあ今度は4位グループ、おー、東京農大二高が上がってきました。群馬さん、非常に速いスピードで一気に大牟田、そして滋賀学園を抜き去りました。東農大二高です。4位に上がっています。はい、大山2年生です。そして一ノ関学院もこの東農大二高に続くようにして上がってきました。はい、東農大二高は10位から4位に上げてきています。大牟田も一気に抜きました。一ノ関学院は2年生の5位、滋賀学園を抜いています。さあ先頭を行く仙台育英高校の佐藤は丸太町橋をもう過ぎました。速い仙台育英、わー、ペースは衰えません。あと 300m。 勝負どころの3区4区、この4区を過ぎたところで45秒から50秒の差をつけていれば大丈夫と言っていた渡辺孝雄監督。かなりいい区間記録が出ます。出ますね、はい、区間記録が出ますよ。去年は高井が出した22分53秒というのが目標なんですが、はい、面白いですね。まあ、区間記録というか区間タイムが出てますよね。いい、はいはい、さあ仙台育英トップでタスキをつなぎます。2年生佐藤秀和から2年生牧野、22分45ですから45、はい、間もなくその、さあ超えました。最高はなりませんが、しかしトップで素晴らしい記録で22分59から、23分ちょうどですよね。はい、素晴らしい記録です。22分59秒で佐藤秀和、5区の牧野2年生、同じ2年生にタスキをつなぎました。さあ第3中継所で1分4秒あった差ですが、この佐久長聖が佐藤悠基がどれだけ詰めたか。出だしですぐ20秒詰めて、その後さらに詰めようかというところでちょっとまた開かれてしまったところなんですが、はい、佐藤悠基ももう、あ、22分32秒あと30秒で来れば区間記録。どうだ、お、区間最高でそう。佐藤悠基22分手元の時計44秒、区間新が出ました。これは素晴らしい。ただタイム差で言いますと49秒差、トップの仙台育英とは49秒差。佐久長聖の5区の遠山はあまりタイム差のことは考えずに自分のペースで走りたいということです。中盤ペースを上げたいという話です。はい、いや、それにしても総さん、はい、佐久長聖の佐藤悠基、見事な区間記録ですね。そうですね、いや、力がある選手ですから。はい、そして西脇、3位には順位は上げたんですけれども、その差はどうでしょう。まだ丸太町橋の上です。鴨川にかかる丸太町橋の上、風はそんなになさそうです。
いいコンディションの中、はい、この藤原選手ですがね、走り方自体に変化は見られないんですが、少しね、顔の表情、眉間のシワが深くなってきたかなという感じです。ラストスパートが先ほどの、そうですね、仙台育英の佐藤秀和などに比べるとちょっと伸びがないかなというような、そういった走り方になっています。西脇工業のキャプテン、4区を自分からこう走ると言ってきました、この3年生の藤原。もうすでに2分9秒が過ぎています。第3中継所での仙台育英との差、2分2秒からさらにまた大きく開きました。その後ろ、東京農大二高が迫ってきています。一ノ関学院、さらに大牟田と続いてくるその後ろ、さあ西脇との差、もう2分30秒過ぎました。苦しくなりました。西脇工業は5区は3年生水野、2分50秒差、順位こそ一つ上げたんですが3分近い差になってしまいました。さあ6人抜きました東京農大二高、もう4位に順位を上げてきました。斉藤がこの5区に入り、そして大牟田です。 5番目、一ノ関学院が行きました。一ノ関がすごいですね。すごいですね、上がってきましたね。滋賀学園粘って7位、藤沢商業がこの8位で、倉敷が9位に上がってきました。福島の田村も順位を上げています。豊川工業がここで11番目、ここまで連続して入賞を果たしている豊川工業がちょっと苦しいレースになってきました。右下の画面は先頭を行く仙台育英、もうすでに5区に入って 1.4 キロにかかるところです。余裕を持ってもうすでに5区に入っています。この辺りは軒並み順位を上げています。出雲工業、洛南、秋田工業、最強白石ときて、青森山田が大きく順位を落としました。山梨学院と続きます。留学生のその貯金をちょっとここで使い果たしてしまった感じのある青森山田、そして山梨学院大学付属。34、鎮西と熊野が並ぶようにしてきました。小林高校、宮崎、鹿児島実業とその九州勢がね、ここで鎮西、小林、鹿児島実業と行きました。優勝に向かって仙台育英が素晴らしいこうレースを組み立てています。由良育英、そして調子西の競り合い、大分来ました。大分東明が行って、そして埼玉栄、またここで順位を落としてしまいました。北海道の恵庭南、47年ぶりの那須拓洋、さあもう先頭行く仙台育英は区間の3分の2にかかろうというところです。はい、まもなくあと1キロです。はい、先頭の仙台育英は最初の1キロが2分51、はい、その後2キロから3キロまでが3分4ですね。1キロから2キロが3分4です。はい、そして残りはもう1キロを切っている仙台育英です。もうこうなってきますとね、残りの距離もどんどん短くなってきます。6区7区合わせて10キロ、そしてこのあと残り820ですから、もう11キロ残りを切ってるわけですからね。